寒河江市観光さくらんぼ園の開園式をただいまから行います。寒河江市の観光さくらんぼ園開園式が同市の三泉観光さくらんぼ園管理センターで行われました。どうぞ。地元の中保育所三泉分園の年長児も招かれ、もぎ取りを楽しみました。さくらんぼの味どうですか？おいしい。いっぱい食べた？うん。美味しかった？うん。平年並み以上にこう作柄はなってございます。1週間から10日こう早まっているような状況でありますので、今月いっぱいのさくらんぼ狩りというふうな内容になりますけれども、ぜひ佐賀への美味しいさくらんぼを食べていただいて、こう皆様の方にこう、PR につなげていただきたいなというふうに思っております。